ムラードは、北、インド、ムガル帝国の皇帝、アクバルの次男。1570年6月7日、ムガル帝国の皇帝アクバルとその日、サリーマスルターンベーグムの息子として生まれる。1594年末以降、ムラードは、帝国の武将アブドゥルラヒームハーンと共に、デカンへ遠征した。だが、ムラードは遠征中、アブドゥルラヒームハーンと、 よく意見の対立から衝突するようになった。アブルファズルの著書、アクバル・ナーマでは、その原因の多くを、アブドゥル・ラヒー・ム・ハーンとしているが、同時に、ムラードの経験不足、横島な取り巻きにも目を向けている。この対立においては、ムラードの貢献役サーディク・ムハンマド・ハーン・ヘラーティが、よく仲介に当たったが、1597年に彼は、死亡している。 ムラードとアブドゥルラヒーム・ハーンとの関係は悪化の一途をたどり、ムラードはアクバルに苦情の書簡を送り、アブドゥルラヒーム・ハーンは解任を申し出た。最終的に両者の対立は、アブドゥルラヒーム・ハーンが帝都アーグラに赴いて弁解し、1599年初頭にアブルファズルがムラードに悲観の命を伝えるためデカンに派遣され、デカンは代わりにミールザー。 シャールフに任されることとなった。同年中頃、アブルファズルがムラードの陣営に向かった際、ムラードはアブルファズルとの面会を拒否するため、アフマドナガル王国の領土にさらに侵攻した。そして、これは不守備に終わり、酒に浸るようになった。同年5月12日、ムラードは過度の飲酒により、28歳で死去した。アブルファズルは、 ムラードの陣営から30キロの地点に着いたとき、新たな貢献役、ミールザー・ユースフ、ハーン・レザウィーから、ムラードの既得の知らせを受け取り取ったが、到着前にムラードは死亡した。アブルハズルは結局、その死をアクバルに伝えることが役目となった。ありがとうございます。